9万人が基地の県内移設反対を訴えた沖縄と中継をつなぎます。山口さん。はい、今回のこの県民大会なんですが、今までも県民大会は何回かありました。しかし今回は明らかに大きく違います。それはですね、基地問題をめぐって沖縄県内のすべての市町村から、そしてですね、党派を超えて9万人もの人が集まり、大会が成功したということです。沖縄県が普天間基地の県内移設に反対するという大きな大きな意思を示しました。今日皆さんがこの場所で熱い思いを語りました。普天間飛行場の危険性を一日も早く政府は除去せよ。これが第一で、沖縄県民が負う過剰な基地負担を大幅に軽減せよ。これが第二でございます。私たちは子どもたちや孫たちのために、沖縄の未来のために、平和に暮らせる沖縄を残さなければならないからです。低空飛行する機体に向かって、思わず私はうるさいと叫んだこともあります。私たち一人一人が考えれば何かが変わる、そう信じて今私はここに立っています。